語り継がれし古い物語。詩人は歌い出す。神々がまだ俗世にいた時代、遥か昔の物語である。おや、一日中世話しない不自由な労働者が吟遊詩人の楽しみを邪魔する機会？ある音符はね、そこらの聴衆に向けて奏でていいものじゃないんだ。好転の風を呼んでしまうからね。風と共に流れるのは言葉と歌だけじゃないのさ。